皆さんこんにちは。アトリエリアナマナの山本奈穂です。今月もポーチフラワーのご参加ありがとうございます。と今月はクリスマスアドベント瓶です。はい、ですね、お花を紹介しながら花瓶に生けて、その後ですね、クリスマススワッグも作っていきたいなと思うので、後半はね、スワッグ作りますね。はい、というわけで、やってみましょう。今月もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、花材を紹介しながら花瓶に生けていきたいと思います。スワッグも作りたいので、後編でスワッグ作りますので、花瓶に生けながらお花の紹介、花材の紹介していきたいと思います。まずですね、よいしょ、これ、この時期おなじみの針葉樹ですね。今月は針葉樹を2種類ご用意しました。こちらが氷室杉、こっちが糸杉、ブルーアイスと言います。はい、氷室杉からご紹介します。これ氷室杉ですね。ちょっとチクチクしてそうに見えますが、とっても手触りのいい柔らかい葉っぱです。で、氷室杉って言ってますが、サワラの仲間です。常緑の針葉樹ですね。で、こちらは、ヒノキの仲間で糸杉と言います。で、これはアリゾナ糸杉の、園芸種、お庭用に品種改良された、糸杉で、ブルーアイスと言います。こっちはね、すごくシルバーグリーンで、この緑と比べるとだいぶ色が違うかなと思います。ね、はい。こういうね、グリーンの違いもですね、針葉樹は楽しいので、ぜひ楽しんでいただきたいです。あ、それとね、この糸杉の方がすごくいい香りがします。爽やかな、すっごいいい香りがするので、ぜひ、お手元に届いたらね、香りも楽しんでいただきたいと思います。はい。ではですね、この2種類ですね、花瓶に生けていきたいと思うんですが、花瓶の丈に合わせてね、枝を切ってもらって、切ったら切り口ちゃんとこう割ってくださいね、縦にね。で、まあそんなに難しく考えずに、丈に合わせて切って、口を十字に割って、まあ座りがいい具合に生けてもらえば。入れていただければ大丈夫です。ね、こんな感じかな。はい。こんな感じで2種類のね、針葉樹を生けました。これで花瓶の中の土台がね、完成しました。はい、氷室杉と糸杉です。はい、次行きます。次はですね、こちらです。これ綿ね、綿の実です。コットンフラワーで言います。本当に綿です。ふわふわの柔らかい綿。これ実はね、夏はハイビスカスみたいな黄色いお花が咲くだそうです。これもうドライフラワーっていうか、ドライになってるので、枯れません。これもですね、この花瓶の中に入れたいんですが、この辺の根元にですね、こう、飾りたいな、この辺に入れたいなと思いますので、この辺に入れてみましょう。うん。こんな感じですね。はい。これがコットンフラワーです。はい。次ですね。こちらですね。よいしょ。これ。ね。シルバーキャットと言います。これね、シルバーキャット。南アフリカ原産の植物なんですが、ケイトウとかセンニチコウとかとの仲間です。はい。で、このまんまの、このふわふわがね、すごく可愛いんですけど、このふわふわのまんまドライフラワーになるので、リースですとか、スワッグとか作るのにとっても向いています。なので、今月はこの子を入れたいと思います。で、これはね、丈が長いので分けて使おうかなと思います。で、やってみますね。
はい、これをいうふうに2つに分けてみました。で、花瓶の中に入っちゃうところはね、あの葉っぱきちんと落としてください。それからこれ分けた方の上の方はこの辺花瓶にね入っちゃうのでちょっともったいないかなとも思いますが、これ取ってもらって別のちっちゃな花瓶などに生けてもらって、スワッグ用に取っといてもらえるといいなと思います。これね、ちょっとこれはちっちゃい花瓶にでも生けてもらって、生けてください。はい。じゃあ、こういう感じに、こういうのとこういうのにしましたので、これを生けたいと思います。こことここの間に入りたいな。ちょっと向きがこうか、ヒムロスギと糸スギが入っていて、その間隙間にですね、シルバーキャットを入れましたね。で、さっきちょっとちっちゃく取ったやつはちっちゃな花瓶にちょっと生けてみました。これね、はい、では次行きたいと思います。では次ですね、こちらです。かわいい、このピンクのかわいい実物がついてる、これがヒペリカムと言いますね。かわいいでしょ。赤いのね、よく、街中でも見かけるかなと思うんですが、これはピンクです。はい、この子はヒペリカムのココカジノかな、ココカジノと言います。おとぎり草の中、おとぎり草科ですね。はい。夏に黄色いお花が咲いて、お花の後こういう実がなります。はい。このピンクね、このピンク色がだんだんもう少し色づいてきて、濃いめのピンクになって、本当に桃みたいになります。かわいいです。この子もね、この辺にアクセントで生けてみたいと思います。足元に生けたいと思います。また花瓶の中に入りそうなね、葉っぱはね、綺麗にしてくださいね。はい、こんな感じで生けてみました。ヒムロスギが入ってて、糸スギが入って、その間にシルバーキャットを入れました。と手前にコットンが入ってて、そのコットンの脇ですね、にヒペリカムを入れました。はい、この子がヒペリカムのココバンブーです。あ、間違えた、ごめんなさい。ヒペリカムのココバンブーじゃないや、ココカジノだ。ココバンブーは緑色だった。ごめんなさい。これココカジノです。はい。じゃ次行きますね。はい、次ですね、こちらです。ガーベラ、かわいいね。ガーベラのイギーと言います。イギーちゃんです。はい、この子ね、真ん中の芯が黒いんですね。わかるかな。そう、ほら、ガーベラの真ん中の芯が黒いんです。ガーベラって芯が黒いのと芯が白いのとあるんですけど、私は芯が黒い方のガーベラの方が好き好きっていうだけですけど、好きです。芯が黒いガーベラをね、芯黒って言います。芯が黒いって書いて芯黒、芯黒ガーベラ、ピンクで、この花びらが細いでしょ、これをスパイダー咲きと言います。なのでこの子はガーベラの分類としては、シンクロのピンクのガーベラでスパイダー咲きって言われます。で、この子はイギーという名前ですね。かわいいよね。さて、では紹介したところで、この子を真ん中にここに入れたいなと思ってます。とヒペリカムとコットンの間に、ここに今ちょうどど真ん中開けてあるんですね。ここのど真ん中に、こういう感じで
こうやってここに入れたいなと思いますので入れてみます。ガーベラエギー生けられました。どうでしょうか。ちょっと全体像を見てみましょうね。はい、こちらですね。ヒムロスギを生けて、糸スギを生けて、花瓶の中の土台を整えます。たら、枝たちの間にシルバーキャットを入れました。手前側にコットンとガーベラとヒペリカムが入ってる感じですね。はい、こんな感じ。で、さっきつまんじゃったシルバーキャットをね、こんな感じで、ちっちゃい子に、ちっちゃい花瓶に入れてみました。はい。こんな感じの完成図ですね。だ、でね、もう一個最後に言うの忘れちゃったんだ。ちょっと待ってね。はい、こちらガーベラですね。皆様のお手元に届いたとき、こういうビニールの帽子かぶった状態で届いてると思います。これを無理やり力ずくでここから引っ張ろうとすると首がもげるので、こう両手でビニールをこうピリピリっと切ってあげるとか、こう下から外してあげるとか、こういうふうにね。こうやってやって丁寧に、このビニールね、外してあげてください。お願いします。はい。というわけでですね。よいしょ。花材の説明をしながらお花を生けてみました。いかがだったでしょうか。それでは後半ですね。後編ですね。後編でスワッグ作りたいと思います。